のツボです。 この話題です。まあ、この間、うちからいろんなところでいろんな話題として取り上げられておりますけれども、はい、本能寺の恋さんからいただいております。本能寺の恋というね、本,本能寺の変の字に、<laughs> はい、変身変身という、よく間違えたというのが昔ありましたが、<laughs> はい、こっちの方でも間違えた。本能寺の恋になってしまったということですが、おはようございます。政府が少子化対策に本腰を入れるようですが、そもそも第2次第3次産業が増加し、えー都市部 への人口集中したことが少子化の原因ではないでしょうかその証拠に田舎の土地は広く子供が安心して遊べ昔は貧しいにもかかわらず一家の子供は多かったでしょう農業重視へ舵を切って人々を地方へ移住させる方が効果的だと思うんですがという少子化対策いろいろ今政府がね、はい、やろうとしているという,う、ね、この人はこの人で農業をもっときちんとしろよというご提案ととものご意見で、はい、あの今回 政府がです、ね、経済財政運営の基本方針、うん、まあ骨太の方針ってい、ね、われています、うん、そこで人口減少問題に言ったんですで、人口減少でやっぱ少子化とか、うん、そういった問題になっていくのは、今まで子育てとか、うん、それからあのいわゆるこう赤ちゃんがなかなか生まれないというような、うん、そういったあの福祉がどうだとかっていう話で語られがちだったんですけれども、うん、今回その経済っていうところで、うん、いわゆる 一極にその都市集中、人口が集中しすぎちゃって、うん、あの地方に人がいないので、うん、地方で子どもを育てようと思うと、インフラが全然整わないってところで。 地方育てられないというところも人口減少につながってるんじゃないか、そこをなんとかしていかなきゃいけないんじゃないかっていうようなことを、うんまあ、いろんな省庁があるのを全部こうまとめてあのぜ、みんないろんな省庁で一緒になって、その少子化問題に取り組もうっていう方向性を位置づけたというようなところですね新聞なんか読みますと、2012年はあのいわゆる出生率1.41、多分あの 一生に子供さんを産む女性の数、はいはい、女,女性が子供を産む数が1.41、はい、と。はい、だからみんな一人っ子がほとんどで、ひょっとしたら、まあ若干、一人か若干二人、人まあ、3人行くと多いねっていうことになるという。はい、人口維持に必要なのは2.07。はい、大体二人はもう、どこのご家庭でも二人のお子さんがいて、二三、まあ、人というのが。はい、あと三人のところもいてというような。はい ようなのがずっと平均してあるときに、人口は維持ということで増えるわけじゃない、うん、維持がこれ。はい。だから三ぐらいになると、はい、まあ、まあ、参加、お、ちょっと大雑把に言いました、二点。五かね、二点六から、はい、ようわかりますが、そのくらいになると増加と。い。うことになっていくらしい。らその坪井さんがん、うんまあ、まあ、この番組で触れてました、あの。増やしていく必要あるのかっていうところあると思うんですけど、うん、あの。 減っては困るわけで。うん、で、増やすのみたいなところはいろいろ議論があるでしょうけど、うん、減ってっては困るわけですから。うんあのね っててっいい対策があればいいんですけども、はい、今の年金制度とか、はい、いろんなものってねなんか減っていくとあかんような仕組みになってるわけですよはい、はい、それからもっといいなら僕が言いました今限界集落とかそれから消滅集落とかいうようなことで、はい、地方のひょっとしたら集落が消えていったり、はい、文化が消えていくと日本の国自体がですねなんかおかしな はい、形にななってしまうようよ、はい、そういうところも一緒にこう懸念したりするということでありましたで、まあ、今回はその経済的なことに鑑みてということらしいですけどもね例えばあの、ね、子供を産みたくても産めないような人たち、はい、いわゆるその、まあ、病的な形で産めないような人が否認、はい、い,いわゆるその。 治療をして、はい、あの妊娠するような治療をしてという時の費用なんか、めちゃめちゃ高いなと不妊治療って,あ不妊治療って保険もほぼ効かないですから、うんうん、莫大なお金がかかって、うんあの、普通の人ではなかなか続けられない、欲しくてもね。 本当は欲しいし産みたいのにっていう人がせっかくいるのにもかかわらず金銭的な問題で諦めちゃうっていう人が、うん、とてもたくさん日本にはいるわけですよね,ねあのここで、まあ、やってた秀吉てやってたりんごさんなんかね、はい、ハイヒールのりんごさんなんかは、はい、やっぱ子供が欲しいために、うん、あの仕事を休んで、はい、聞くところによると何千万使ったかわからんというぐらいの費用をかけたんですが結局、まあ、生まれなかった。はい、まあ 結果的に生まれなかったにしても、それだけの費用をかけられる人が何人おるのかと。うん、でかけても生まれない場合もあるし、はい、まあもちろんかけて生まれる人もいるだろう。 だからさっきの,その地方でなかなか育てられないような今、うん、社会環境がそうなってるとか、うん、それからさっき言った不妊治療はお金がかかるからなかなかできないなとか、うん、それから子育てに関してはあのこういうのもあったあの女性官僚が国会で、うん、あの議員さんがもっと国会の,その質問内容を、うん、あの私たちにちゃんと もっと早く報告してくれないと、その対応のためにシャル作ったりうんぬんっていう仕事がなかなかできなくて、どんどん残業が長くなって、女性官僚が私たち子育てやってますから早く家に帰らないといけないのに、それで待たなきゃいけない時間が全部残業になって家に帰れないっていうのは何とかしてくださいっていうお願いをしたっていうニュースもありますしね。なるほどね。いろんなジャンルでいろんなところでいろんな問題が子供が生まれないっていう複合的にね、やっぱり あるんだなあっていうのが思いますよね。話を広げすぎかもわかりませんが、はい、東京一極集中の是正に取り組むとこの今日の新聞なんかもですね、はい、その記事がこう書いてあります、はい、ね。で地方なんかをからみんな例えばあの老人医療の 施設とかかなんかもですね東京の方にバーンと持ってきてしまうと、はい、地方にいた老人、一緒になってきてしまう。そこに働く若い人たちも東京に来てしまうし、そこに世話になってる、あの、年配の方も一緒に来てしまうと、はい、ますます、あの、これダメになる。で、東京一極集中っていうのはそういうことも含めてでしょうけれども、はい、いつの間にかどうにかなってしまったような、セントンとかですね、文途論とかですね、はい、昔よ言われてました。 ね、東京一極集中、はい、これをんとしようじゃないか、はい、あれ、国会でもある程度、なんか承認得て、時期はともかくとして、はい、それは皆さん賛成ですよというようなところまで行ってるはずですよ、うん、そうです、私、うんあの、旦那の実家に帰ると、車で、うん、行って、帰ってた時に、うん、どの辺にあったかな、うん、東京から遠野親、よう大玉買いましたよ。 あれどこに行っちゃったんだろう。き <laughs> うう見ないな、そういえば。ねえ、うんあ、やっぱこういうのも含めて、はい、一極集中であれば、こ今こそ分屯論、先屯論と、はい、いうような話が出てきてもいいわけですし、はい、例えば農業なんかの TPP をどういうふうにするのか、はい、これによって農業が発達するのかしないのか、はい、いわゆるこう地方の方に農業があるとするならば、はい 今の政策が本当に農業というのが、うん、あの力強くいけるような、はい、そんなシステムなのかとかね。うんうん、もう総合的に考えるとですね。はい、今こそその一極集中やったら戦闘論どうなったかうん、うん、これ石原さんが都知事の時なんかも抗言してましたよ。あの人なんか。はい、あの人は人でね、利権があるんでね。はい、そういったん。 首都になったら手放しませんよって、はい、もう堂々と言ってましたよね、今はちょっとその、都知事の立場ではないですから、<laughs> ね、あれでしょうけどそういう意味もあって、今日のニュースでは、その政府が安倍さんが本部長にな,るなってその、いろんな省庁、いろんな問題っていう、そういうあの各省庁に分かれたいろんな問題っていうのを、うん、人口減少対策ってところで一元化して、一緒に。 総合的に考えていこうっていう取り組みを始めましょうよっていう話にこの国境のニュースではなっているということでここはちょっと注目してどういうふうにまあじゃあ具体的にやっていくのかみたいなこともね注目したいですね本当に日本の国が立ち行かんようになるみたいな非常になんかいろんな話聞くとちょっと心配になる出来事です。